ラオスカーサバイビーのぶチャンネルです、7月16日です現在12時過ぎですね。お昼回ったところです。まあ本日も天気いいです。これからね、一日で一番暑い時間帯に入ってくるんで、僕はいつものカフェに逃げ込んでます。ですね、今日はですね、ラオスに住んで感じるラオスの謎、なんじゃこりゃと感じる、僕が感じたラオスの謎についてお話ししようと思います。ラオスにはですね、ジャール平原っていう、シェンクワンっていうエリアにジャール平原っていう謎の、まあ、ミステリースポットっていうんですかね、2年くらい前に、世界遺産に登録されて、ね、ラオス3つ目の世界遺産に登録になったんですけれども、こんなでっかい石の壺が点々と広がってる平原があるんですね。で、まあ、そういったミステリースポットがあります。あとですね、カシ、バンビエンから北に50キロぐらいですか、次の町ですね、カシっていう町があるんですけども、このカシをさらに北に、ルアンパワーの方に抜けるとですね、途中に右側に、ルアンパワーに向かって右側にものすごい高い山があるんですね。でこれですね、Google マップの中でこの山が表記されてないんですよ。周りの山はしっかり出てるんですけども、この 3D にしてこう見ていくとですね、ここに当然こう現れるべき山がぽっかり抜けてるんですね。これ多分意図的にね、データを落としてるんだと思うんですけれども、まあそこにどういう意味があってね、Google マップから、ね、データを落としてるのかわからないですけども、これも謎ですね。あと、まああれですね、まあ一応ラオスって共産圏なんで、秘密警察があるって言われてます。で、秘密警察の存在はですね、まだね、僕が秘密警察の警官ですっていう、ね、名乗るわけにもいかないでしょうから、本当かどうか分かんなかったんですけども、数年前にある人のある乗り物のですね、車検証見せてもらった時にですね、これどうやって登録したのこれっていう、ちょっと登録できないような車両だったんですね。でそれを登録できたって聞いて、で車検証見せてもらいながら、どうやって登録したのって聞いたらですね、まあ、知り合いの秘密警察の人間の名前を借りて、秘密警察が使用するということで登録したという話があったんで、これ多分秘密警察ってのは本当に存在しますね。だけどまあね、これ秘密警察なんで秘密です。あんまりこの辺ね、深掘りするとね、ちょっと僕も危なくなっちゃうんで、この程度にしておきますけど。あとですね、これ、僕がこっちの方に移住した時ですね、移住して、起業しようとした、起業直後かな、物件の契約した後ですか、ピエンチャーに行ってですね、散々から在留邦人に脅かされたやつがですね、あります。謎の口座凍結です。銀行口座、外国人の口座をですね、なんか、原因不明で、口座が凍結されて、この預金を引き出せなくなるということを言われて相当怯えました。まあけどね、もうそれから十数年経ってますけれども、まだ僕の口座凍結されたことありませんし、で実際住んでみてからですね、周りで口座を凍結されたっていう話も聞かないんで、ただ単にね、先輩方にからかわれたんだろうなとは思うんですけども、まあ、口座と謎の口座凍結っていう、トピックスもラオスの謎ですね。
あとですね、日常生活の中で感じるのはですね、これ謎だなと思うのが、バイクとか乗ってますね。バイクとか乗ってて、砂ぼこりがバーッと立つとですね、みんなこうやって言いますね。こうやって、この T シャツマスク。T シャツをこうマスクで、全く意味ないと思うんですけども、まあ、心情的にはわからんでもないんですけれども、T シャツマスク。これが謎ですね。あと、あれですね、掃除の時、掃き掃除ですね、こう、なんすか、ほうきで吐くときに、こう吐きながら、こうやって、口をこう、隠すんですけども、こんなことやってもね、巻き上がったほこりがね、から、なんていうの、巻く意味ないと思うんですけどね、みんなやりますね。で、まあ、僕的にはね、もうちょっとそんな雑く吐くんじゃなくて、丁寧に、ゆっくりと、ほうき動かせばね、ほこりも立たないんじゃないのって思うんですけども、まあ、結構雑にこう、ほうきを扱ってですね、もうもうほこりを立てながら、手はこのようになってます。これは謎です。あとあれですね、空拭きが好きですね。うん、ラオス人にテーブル拭いてもらうとですね、まあまあ、ほぼほぼ空拭きですね。台布巾を濡らすことを見たことないですね。で、万が一なんか濡らした時もですね、絞らないですね。濡らしたまんまで、でもべちゃべちゃで、拭くんで、拭くってよりなぞるって感じですね。掃除するって感じじゃないですね。で、まあまあ、よくね、四角い部屋を丸く履くとかって言いますけど、文字通り四角い部屋は丸く履きますし、四角いテーブルも丸く拭きます。拭き残しとかすっごいあるんですけど、まあ、これが気にならない、まあ、この大らかさは、僕にとって謎です。あと、バンビエンの謎はですね、あれですね、無職の人間の多さですね。ものすごい数の人間が仕事してないです。だけどみんなね、そこそこ、食ってますし、まあ、酒も飲んで、携帯も使って、まあ、ガソリン代も払って、どっから収入を得てんだろうと思うんですけどね。これ謎ですね。ルアンパバーンの謎、あそこはあれですね、世界都市遺産なんですけれども、で都市遺産なんで、外装はいじれないんですよね、建物、ルアンパバーンの、なんすか、この、岬みたいになってますよね、あそこのエリア の世界遺産に指定されてるエリアですね、建物の外装はいじれないらしいです、基本的に。で、だけど内装はね、バリッバリいじれるみたいなんですね。今はどうかわかんないですけど。で、外見はですね、すごくね、年季が入った建物なんですけど、中結構ピカピカだったりしますね。で、ネオンがピカピカ点灯してたり。ね、その辺は謎ですね。けど、あれちょっとやりすぎて、一回なんか、危機遺産に指定されたとかっていう噂も聞いたんですけどね、どうなんですかね。危機遺産でね、世界遺産の登録取り消しになっちゃったらね、ルアンパバーンの観光客はね、がっつり減っちゃうと思うんでね、ルアンパバーンの方、もう少しね、観光客の求める、素朴な姿を取り戻してください。あとですね、ビエンちゃんもね、謎があります。ビエンちゃんはですね、これ日本人限定なんですけども、関西弁話者率が異常に高いんですよね。もう、僕の知ってる在留邦人で、関西弁じゃない人間の方が少ないですね。まあもうビエンちゃんの、標準日本語は関西弁です。なんでこの関西弁話者ばっかりがね、ラオスにこんなに多いんだろうと思いますね。これ
謎ですね。なんかね、相性いいんですかね、ラオスとあの関西圏エリアというのは、ね、まあまあ、まあ、こういったあの妙な謎な部分が多いミステリアスなラオス、ぜひぜひこの疫病騒動が収束しましたらぜひいらしてください。今日この動画はこんなところです。まだチャンネル登録していただいてない方、よろしかったらチャンネル登録お願いします。あとですね、コメントの方に、動画のテーマなんかリクエストありましたら残していただければ参考にさせていただきます。よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございます。